名古屋出身の中学3年生村上佳菜子、春には安藤美姫、浅田真央が進んだ中京高校への進学が決まっています。山田コーチに送られて、さあ表彰台の中央に向かっての戦いになります。ショートプログラム2位から、戸惑いの表情を浮かべながら今そのポジションに。曲とともにフリーのスイッチが入りました。チャイコフスキー、白鳥の湖。トリプルルッツ、ちょっとインサイド気味で飛んでしまっていますね。ただ高さはありました。トリプルフリップ、こらえましたね。ダブルサルコ、ジャンプシークエンスでダブルアクセル。ここはトリプルにしたかったところでしょうね。ただここまで落ち着いてますよ。シーズンの戦いの中で何度も緊張感に打ち勝ってきました今シーズンの村上。ダブルアクセル、プログラムの緩急のつけ方もいいですね。滑っていても自信に満ち溢れている、そんな感じに見えます。トリプルフリップ、ジャンプシークエンスでダブルアクセル、高さもありますね。いいですよ。トリプルトーループ、ランニング後も流れがあります。トリプルサルコ、ダブルループ、ダブルループ、未来を見つめての満面かなこスマイル。フリーのこの緊張の中、最後は笑顔がはじけます。さあ、これはジュニアグランプリファイナルの女王としても手応えを感じ取ったという世界ジュニアの、そんな
フリーでしたね。そうですね、まあ、あの非常にプレッシャーのかかる中、はい、落ち着いて演技ができていたように見えました。そして最初から最後まで本当に村上選手の持つ、はい、スピードであったりそのパワフルさであったりそんな中にも緩急を取り混ぜたプログラム構成で、はい、非常によく最後まで滑っていましたね。これは最初のトリプルルッツ、やはりちょっとインサイドで踏み切ってしまっていますね。これはジャンプの出来栄えでマイナスがついてしまいますが、ただジャンプとしては高さがありました。その他の一つ一つの要素も良かったと思います。まあ、今シーズンは一つ一つの試合を勝ち取っていって、そして迎えたこの世界ジュニア選手権では本当にこう今までの実績からか、やはりそのとてもこう自分自身に自信を持って落ち着いて試合に臨んでいるなというのを感じますね。ジャンプ一つ一つも安定感が増していました。最高レプリップ頑張った。スケーティングもよく伸びていましたし、まあ、表現力を含む5コンポーネンツの点でも高いポイントを期待できると思います。キスアンドクライでこのスロー VTR を見ながら村上自身も感想を漏らしています。まあ、日本代表出場わずか1という枠、その危機の中での村上の戦いでもありましたが、世界ジュニアは表彰台からもうすでに3年遠ざかっています。4年ぶりの表彰台は間違いないでしょう。さあそして浅田真央以来5年ぶり6人目の金メダルなるかというその瞬間です。村上の点数が出ました。フリースケーティング 106.47、 シーズンベストを更新して逆転の村上佳菜子、世界ジュニア優勝です。やりました。村上佳菜子やりました。